眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めることで肩こりが良くなるということのお話をしようと思います。肩こりの原因には、頭痛であったり首の状態が悪い、腰が悪い、枕が悪い、いろんなことが言われますが、目からくる肩こりというのも非常に多くあります。特にスマートフォンやパソコン、エアコンを使われる方、またはコンタクトを使われる方の場合は、この肩こりが非常に起きやすいと言われています。目から入ってくる情報でいろいろなものを判断しますけれども、目が乾いたり疲れたりするとそこから肩の方まで緊張してしまい痛くなってしまいます。マッサージをしても一時的には良くなるものの、本質的には良くなってくれなくて、毎日のようにそれこそ週に何回とか、マッサージに行ってその時は良いなという方も多いです。そういう中である患者さんはまぶたを温めて、軽い市販でできるような目薬をしていただいただけで肩こりも落ち着いたという方も実際いらっしゃるんですね。ですから、もしそういう方がいる場合はまぶたを温めるということもよくしていただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。